皆様こんにちは。8月5日の午後、いかがお過ごしでしょうか。金融メルトダウンが激しくなる中、さらに注目の集まってきているフォーラムがあります。政治、経済、外交、アカデミズムなど多種多様な領域で活躍する人物を世界中から集め、地球規模での問題を話し合う国際的な集まりです。スイスで毎年1回、1月に開催されるダボス会議が有名ですが、もう一つ最近になってにわかに注目が集まってきているフォーラムがあります。グローバルエコノミックシンポジウム、略して GES です。 GES とは何か、そこで何が話し合われているのか、 GES メンバーの一人でもあるイーシア代表原田武雄に聞きます。なぜこうした国際的な集まりが注目を集めているのでしょうか。今ですね、進んでおります金融メルトダウンが典型的なんですけれども、地球規模の問題というのは必ずしも政治のレベル、あるいは外交のレベルだけでは解決できないということは明らかになってきているわけです。特にですね、政治のレベルでさまざまなことを決めたとしても、結局のところ金融セクター、すなわち民間セクターが言うことを聞かなくてはですね、例えばこの金融メルトダウンというのは解決されない、あるいは金融メルトダウンの結果、いろんなですね、社会的な問題、あるいは文化的な問題が世界中で巻き起こっていると。このことはですね、いわば全人類の英知を結集しなければですね、解決できないということが今ですね、特にヨーロッパやアメリカのエリートたちの間では一般的な考え方になっているということだというふうに思います。 GES とは一体どんな会合なのですか。なぜフォローする必要があるのでしょうか。一般的にですね、こういったその、いわば全人類的な英知を集める場所ということで、非常にプロモーションがうまくてですね、これまでも日本の中で非常に有名になってきているのが、いわゆるダボス会議、世界経済フォーラムなんですけれども、ただですね、この世界経済フォーラムは日本からもですね、たくさんの有名人が行ったりとかして、非常にこう芸能人の集まりみたいな感じになってしまってですね、実質的な討論は行われてないのではないかというふうに、ここ数年間非常にその非難ではないですけれども、批判の声も高まってきているわけです。で、そのような中で実質的にですね、本当にその単なるディスカッションではなくて、物事の解決ソリューションを提示する場所ということで、新しくですね、ドイツのキール大学という大学がありますけれども、ここにですね、ドイツの六大経済研究所の一つであるキール経済研究所の所長を務めるですね、デニス・ノーアーというアメリカ人ですけれども、イギリスで教育を受けて今ドイツで活躍している人物がいますが、この人物が中心になる形で新しいフォーラム GES ができたということであります。すなわちですね、今までは、わーっとですね、有名人が集まって、カンヌ映画祭じゃないですけれども、みんなで写真を撮り合ってですね、それでなんとなく終わっていたということではなくてですね、本当に問題の解決のために話し合いをしようということで集まっている会合、これは GES だということで、今後ですね、ダボス会議ももちろん進んでいくと思いますけれども、 GES にですね、さらなる関心が集まってくるだろうというふうに私どもの研究所としては考えております。今年9月に行われる GES の会合で話し合われるテーマについて教えてください。この GES の会合ですね、過去、2回行われてまして、今回3回目になります。で、この会合が行われるタイミングというのは非常に重要で、9月の終わりなんですね。で、この9月の終わりというのは10月に例えば APEC とかですね、11月 G20 会合とか、要するに今年の後半、カレンダーで言えばですね、2010年を締めくくるタイミングにおいて、一体、人類全体としてですね、どういう方向でいこうかという会合が様々に行われる前にですね、行われて、それに向けてですね、具体的な解決の問題解決の提案を出すという意味で非常にですね、重要な役割を果たしつつあります。現実にですね、去年も、この GES、ドイツの、北部のですね、町で行われましたけれども、この町で行われた GES での話し合いの内容というのが、その直後に行われたですね、様々な国際会合で具体的な問題解決のための提案ということで議論が行われたわけです。ではですね、今回の2010年9月の28、29日にトルコのイスタンブールで開かれる第3回の会合で一体何が話し合われるのかということなんですけども、大きく分けてですね、経済、社会等々ですね、4つの分野に分かれてますが、例えば注目すべき点としては、今までですね、例えば投資を行って、儲けたお金というのは一律に課税をすべきだという考えがあったわけですけども、ショートタームでですね、短期間に無理やりお金を稼いでいるなという投資の仕方と、
純粋にですね、長期的な投資という観点、すなわち資本主義を育てていくための投資でですね、収益を上げているといった場合、この2つを区別してですね、前者についてはより重い課税をすべきだといったような議論が今回行われる見込みになっています。それとですね、そういった形で今まではですね、短期的にとにかくお金を集めて、いわば罪滅ぼしとして、かわいそうな、アフリカの子どもたちにですね、ワクチンを送ったりといったことが社会貢献だという考え方があったんですけれども、こういった考え方ではなくてですね、今後はじっくりと、世界全体を育てていくという観点から、お金をですね、ばらまくという意味での、コーポレートソーシャルレスポンシビリティですね、CSR ではなくて、むしろですね、シェアードバリュークリエーション、すなわち、みんなでですね、等しく、共通の価値観を作っていくということがですね、今後社会貢献の中心になっていくんじゃないかといったような、議論も行われる予定です。あるいはですね、日本との関係で非常に重要なのは、日本ではですね、一部の外国の勢力が、水がですね、豊富にある、土地を買い占めているのではないかというふうに、非常に懸念の声が上がっているんですけども、土地の所有権と土地のですね、から出るその水の利用権、水の採取権というのを分けるべきではないかといったような議論もこの場ではですね、定義される予定だということですので、これはですね、非常に日本にとって、大きな意味合いを持ってくるかなというふうに考えております。今年9月に行われる GES の会合で話し合われるテーマについて教えてください。この GES の会合ですね、過去、2回行われてまして、今回3回目になります。でこの会合が行われるタイミングというのは非常に重要で、9月の終わりなんですね。でこの9月の終わりというのは10月に例えば APEC とかですね、11月 G20 会合とか、要するに今年の後半、カレンダーで言えばですね、2010年を、締めくくるタイミングにおいて、一体、人類全体としてですね、どういう方向でいこうかという会合が様々に行われる前にですね、行われて、それに向けてですね、具体的な解決の問題解決の提案を出すという意味で非常にですね、重要な役割を果たしつつあります。現実にですね、去年も、この GES、ドイツの、北部のですね、町で行われましたけれども、この町で行われた GES での話し合いの内容というのが、その直後に行われたですね、様々な国際会合で具体的な問題解決のための提案ということで議論が行われたわけです。ではですね、今回の2010年9月の28、29日にトルコのイスタンブールで開かれる第3回の会合で一体何が話し合われるのかということなんですけれども、大きく分けてですね、経済、社会等々ですね、4つの分野に分かれてますが、例えば注目すべき点としては、今までですね、例えば投資を行って、儲けたお金というのは一律に課税をすべきだという考えがあったわけですけれども、ショートタームでですね、短期間に無理やりお金を稼いでいるなという投資の仕方と、純粋にですね、長期的な投資という観点、すなわち資本主義を育てていくための投資でですね、収益を上げているといった場合、この2つを区別してですね、前者についてはより重い課税をすべきだといったような議論が今回行われる見込みになっています。それとですね、そういった形で今まではですね、短期的にとにかくお金を集めて、いわば罪滅ぼしとして、かわいそうな、アフリカの子どもたちにですね、ワクチンを送ったりといったことが社会貢献だという考え方があったんですけれども、こういった考え方ではなくてですね、今後はじっくりと、世界全体を育てていくという観点から、お金をですね、ばらまくという意味での、コーポレートソーシャルレスポンシビリティですね、CSR ではなくて、むしろですね、シェアードバリュークリエーション、すなわち、みんなでですね、等しく、共通の価値観を作っていくということがですね、今後社会貢献の中心になっていくんじゃないかといったような、議論も行われる予定です。あるいはですね、日本との関係で非常に重要なのは、日本ではですね、一部の外国の勢力が、水がですね、豊富にある、土地を買い占めているのではないかというふうに、非常に懸念の声が上がっているんですけれども、土地の所有権と土地のですね、から出るその水の利用権、水の採取権というのを分けるべきではないかといったような議論もこの場ではですね、定義される予定だということですので、これはですね、非常に日本にとって、大きな意味合いを持ってくるかなというふうに考えております。ありがとうございました。次回もまた新鮮な分析をお届けいたします。どうぞお楽しみに。